かくして1963年度日本シリーズ開幕の日を迎えた。巨人か西鉄か、プロ野球日本一を決めるべくセパ両リーグの優勝チームは福岡平和台球場で決戦の火蓋を切った。巨人は伊藤、西鉄は稲尾と予想通り両エースを立てて第一戦をものにせんと戦った。しかし稲尾の変化球に長嶋以下巨人打線はバットが合わず、先発伊藤、リリーフ宮田の乱れから西鉄打線を奮い立たせ6対1と惨敗。第一戦が稲尾に名をなさしめたのである。日本シリーズ第3戦からの舞台は後楽園に移った。これより先第2戦は王の先制ホームラン、3安打2打点を叩き出した長嶋の活躍で9対6と接続した。しかし第3戦は西鉄はエース稲尾を再びマウンドに送った。3回終わり巨人は1安打、今日も稲尾の鉄腕に屈するかに見えた。しかし巨人打線はついに5回稲尾をノックアウト、8対2をもって第3戦をものにした。しかし第4戦は西鉄新鋭阿部投手の完璧な救援により4対1をもって敗退、2勝2敗という接戦をもって第5戦を迎えたのである。第5戦は絶対に取ると2回裏長嶋は第1打席に立った。沢井上が自信を持って投じる外角のストレートを叩いた。長嶋怒りのホームランである。長嶋のホームラン、気力まさに充実。長嶋ついに先制のホームラン。ジャイアンツまず1対0とリードしました。さてピッチャー井上、続いて4回裏再び長嶋は井上を捉えホームラン、連続2ホーマーを放ち巨人ファンを喜ばせた。長嶋のホームラン、連続2打席のホームラン、ついに2対0。ジャイアンツ早くも試合の主導権を握りました。バッターを打ちました、入りました、ホームラン、弾丸ライナー、あっという間のホームラン、ライトへ堂々、王の弾丸ライナーのホームラン、王の一撃で追いすがる西鉄をまたも叩き落としまして得点は3対1。王三塁からゆっくり本塁に向かっております。さていよいよ最終回、ツーアウトランナー一塁、本体中西の登場であります。打ち上げました、セカンドフライ、二塁手は船田、構えた、取った、アウト、試合終了であります。7安打の西鉄に対し4安打3発の巨人が勝利を収めた。その陰に光るものは何であったろう。長嶋選手の連続2ホーマーこそ燦然と輝いていたのである。第6戦はまたもや平和台球場に舞台を移した。そして投げるは再び伊藤と稲尾、第1戦と同じ陣容で相対する巨人と西鉄。しかし巨人がまた稲尾に名をなさしめ3発2安打シャットアウトで敗退、3勝3敗と5分。かくして11月4日最終日を迎えることになったのである。全国野球ファン注目のうちに日本一の王座を決する第7戦、巨人は新鋭高橋明、西鉄はあえて連投の稲尾をマウンドに送った。しかしこの日トップバッターに起用された柳田は 2-3 から稲尾が無造作に投じた内角シュートを見事に引っ張った先制ホームランである。懸命に球作り本塁に向かっております。ホームイン、西鉄1点を返しました。バッター柴田、いい当たりです。センター前、高倉光一、高倉光一、柳田二塁から三塁を回ってホームイン、柳田生還しました。ついに鉄腕稲尾ピッチャースマウンドを降ります。新鋭阿部の救援でございます。バッターは船田、三塁ゴロ、三塁取ってバックホームです。コースアウト、一塁へ、コイスコイス、ウィソンコイス、大きなエラーが出ました。森ホームイン、川上監督、高橋をストップ。ついに柴田にホームランが出ました。新鋭柴田のホームラン、大きな当たりです。入りました、ホームラン、柴田王連続ホームラン。王ゆっくり二塁から三塁に向かっております。川上監督と握手、王ホームイン。ピッチャー田中、池澤の一撃、またもホームラン、
池澤のホームラン。ついに得点は13対2。バッター森、ライト前ヒット。ライトは田中、クソ、ワンバン止めてバックホームです。広岡二塁か三塁、本塁向かっております。タッチできません、ホームイン。打った大野、一撃。ライト呆然として2個。ついにライト上段のホームラン。もう勝利のベンチへ。三塁から本塁に向かっております。さて、いよいよ最終回、最後のバッター玉造り、打って三塁後、長嶋がっちり取って一塁へ投球です。アウト。試合終了。もうウィニングボールを使いました。18対4、西鉄の反撃も虚しい。巨人は日本選手権シリーズ史上初の大量得点をもってここに勝利を収めた。前年度4位に転落した巨人軍を今日の栄光のため全ナインを率いてきた川上監督が日本一のチャンピオンフラッグを受け取る胸中は察するに余りある。背番号16は泣いていたに違いない。背番号3も泣いていた。そして全ナインも最優秀選手のトロフィーや多くの賞品を得た喜びより優勝につながるあらゆる苦難を乗り越えて得たチームの栄光に泣いていたのである。